振る、手を振るって言ってた。手を。どうもこんにちは。ベスト電機よりはエディオン派、嘘、本当はビッグカメラ、柊です。今日はまたちょっと挑戦状じゃないけどリクエストみたいなメッセージが来たんで、それを紹介していきましょう。地下倒立のやつを見ましたと。おお、ありがとう、見てくれてありがとう。バタフライできますか、わら。おい、わらってなんだお前、お前わら人形にしてやろう。ということで今日はね、バタフライ、バタフライ、今日は今までのどんな君よりも美しいかな。そのバタフライじゃないとは思うんだけどね。あと水泳のバタフライでもないと思います。水泳だったらね、ナイトプールで本気で泳いでみたっていう動画をやろうと思ったんだけどな、誰もやってないだろうなそんなの。じゃあアクロバットでしょ、カポエラかな、なんかその辺の動きでしょ。羽生結弦とかフィギュアの人もやるやつだ。こんなんでしょ、こんなん軽くやるとこんなんでしょ。という感じでちょっとじゃあ、今日もね、ド素人が挑戦するシリーズバタフライをやっていきたいと思います。はい、ということでこれ僕が今からやるのが正解だったら教えてください、間違ってたらどこがおかしいかちょっと教えてください。ですごい厳しくコメントしてくれた方には、ユーザーブロックを申請します。さっき YouTube でちょっとだけ講座動画を見たわ。手を振るって言ってた。手を振って、で踏ん張ってふっふっってやるらしい。このうろ覚えが一番ダメなんですね。うろ覚えが一番ダメなんですよ。よし、参ります。バタフライ、初めてのバタフライ、初めてのお使いを見る感じで見てください。いきますよ。よし、いい線いったんじゃない。ちょっと一回カメラチェックします。いい線いったんじゃない。いい線いってませんでした。はい、ダメやね、多分ダメでしょこれは。なんか地面と体が平行になって、この足がちゃんと上がらないとダメなのかな。勝てんだよな、すげえな。やっぱ譲るとかすごいね。これをフィギュアの世界でいっちゃうんですよ、すげえな譲る。ちょっとあれ、うわあ、ダメ、カイジ君全然ダメ、ダメだ、想像の8倍ぐらいできませんでしたという感じで、ちょっと悔しいんでこっち方面もやってみよう。ありがとうございましたのコメントくれたキッズ。けど笑はどうかと思うわ、笑いながらそんなこと言ってさ、俺がこれで死んでたらさ、誰の責任？俺の責任よそれは、自業自得よという感じで、今日はちょっとバタフライにチャレンジしてみた動画になりました。オチはないです、お疲れ様です。これがオチ。